と、配信画質音これでどう？治んない。治んない。治んないかな。これでどう？逆に。逆にこれでどう？ちょっとね、画質下げた。ぼやけて、ぼかしたのぼかしたの、ぼかしたの。まだと低画質にしてる、今の方が多分軽いから。これじゃあさ、電波悪いからさ、電波悪いから寝てても気づかれないかな。すごいコメントラグいわ。止まってる？みんな止まってる？かな。寝るね。マジで寝そう。画質ね、悪くしたの。ずっとこの話する？みんながうるさいから付き合ってるけど、ずっとこの話する？終点あるよ。
え、どうやって見れてるんだろう。私の見え方が気になるんだけど、どうやって見えてる、モザイクになってる。一回落としてみた。やったやったやったのよ。寝てても気づかれないです。ねえねえ、いつの話してんの。ちょっとめちゃめちゃラグいな、コメントが。すごい、5分前ぐらいの話をコメントがしてる。なんだろう、このタイムリープ感ある感じ。いつの間にか時は流れ。寝ちゃった話してる。今やっと寝ちゃった話してる、みんなが。どうしよう。面白いからいいや。みんなは5分前を生きてる。こんばんは。今来たギリセーフ。なんかみんなが5分前の話しててどうしようって今思ってる。無理なのかな。ラグやばい、ラグやばいよ。5分前、今やっと5分前の話してるもん。えぐ、ラグあるね。だからみんなは私の喋ることを先読みしてコメントしなきゃいけない。クリアになった？画質が良くなった。え、なんで？なんで急に？あ、あ、みんなが戻ってきたかも。みんなが戻ってきたかもしれない。こちら10時46分。いや違うのよ。
10時46分はね一緒なのよ。え、待って、10時46分は一緒、あ、そう、一緒だけど、な難しいね。これどうやって説明したらいいんだろう。でもみんな戻ってきたかも。結構ラグが追いついてきた気がする。みんなあって打ってみて、あってあって打ってみて、今あって打ってみてって言ったら47分ね。今は47分。10時。今47分だよ。パラレルワールド。いつは確かに。え、全然あって打たないやん。やばいやばいやばい、全然あって打たないやん。全然あって、あ、やっと来た、やっと来た。1分ぐらいラグあるね。まだ1分ぐらいラグある。まだ1分ぐらいラグあるよ。やっと来た。やばいね。今こちら48分ですので、1分ラグって結構じゃない？結構楽しいよ。これが趣味。実況中継して楽しんでるわ。今を生きる民たちと過去を生きる民たち。2分のラグ、すごい。え、2分のラグって結構すごくない？コメントとの差がありすぎて笑った。フェイス2フェイスはびっくりのラグ。それね。すごい、これはこれでおもろいです。やっと届いた。2分のラグだね。3分や4分。え、3分か4分の人もいるんだけど。みんなと君の名はしてる気分だよ。私嬉しい。今51分。今あって打ってる人、やっと今あなの。
嘘でしょ。4分すごい、奇跡体験、アンビリーバボー。でも切れなくなってきた。そうだね、確かに時かけしてるわ私。大変だな。え、すごいね、すごいすごい、みんなすごいよ。すごいすごい。でも今日お昼1時間くらい配信したよね。あ、そんなにしてないかな。おしゃべり往復3分やな。すごい。ここまでとは。そうか、みんなからしたら私がコメント読むの遅いのか。どうなんだろう。地球にいるよ。月のうさぎちゃんだったかもしれない私。ピメの名は、それもピメなんよ。今何分ですか。今は54分。お昼どれぐらいやったのかな私。みんなリカがお昼どのぐらいやったか分かる人書いてみて。今はね今まだ54分。金星の半分くらい離れてる計算に。すごい、そんな計算できるの天才じゃん。やば、マジでリカそういう計算できないから。リカちゃんと違う。あ、でも戻ってきてんじゃない。さっき4分ぐらいラグある人がいたから1分ラグ。やばいやばいやばい、来てるよ。来てます来てます。戻ってきてる。
ね、誰が早い？リカちゃんのスピードに追いついた。わあすごい、あ早いね、確かに。みんな更新してみて、そしたらね追いつけるよ私に。画質良くなった。片道2分。みんなとの心の距離は片道2分なんだね。今会いに行きます。今会いたいあなたに。こんばんは。心が追い越したんだよ。僕らタイムフライヤー時を駆け上がるくらいは時のかくれんぼはぐれっこ。まあ、足腰痛くなってきたから足上げさせてね。ごめんね。みんな聞こえていますか？私は今、58分22時58分にこのメッセージを送っています。みんなに出会ったのは、まあ、それぞれ違うかもしれないけど、一番最初は6年前。それからどんどんたくさん私のことを好きになってくれる人が増えていって、とっても楽しい時間を過ごすことができました。私はもうこの時空にはいられないけど、みんなと過ごした時間を大切に心にしまって月に帰るね。何も持たずに生まれ落ちた僕、とあの隙間で私わしらが未来にいますので。23時です。23時になった。あ、追いついたんじゃない？もう姫と会えない気がする。大丈夫だよ、会えるよ、未来で待ってる。みんなはなんて言うの、こういう時。待ってて、走っていく。追いついてる。あー
待ってたよ、みんなのこと。ついに来た。ちょっと本当に悲しくなってきた。リカはいるよ、ここに。ベビーボーイ、私は高校にいるよ、どこも行かずに待ってるよ、言うのは何だからこそ、心配しなくていいんだよ、どんなに遠くにいても。7日の匂わせじゃないよ。バレた。寂しくないよ。愛にできることはまだあるかい、僕にできることはまだあるかい。適当なこと喋ったままずっと起きちゃったよ私。てる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 。じゃあみんなが追いつくまで私 TikTok 撮ってるね。キンキンに冷えたコーラ、ファミチキ食べて気分豪華、車のナンバー隠してハイチーズ、イエー。動物たちの虹色の戦争、あなたが殺した命の歌が僕の頭に響く。お願い女神様、理想の会しちゃってもっとときめきをプリーズプリーズ、好きはどっちもなくすのよ、しまったハートに引き絞ってまっすぐに、お願い女神様、うつりぎな心に合う放つときめきブローカー、ボナペチーノハリセンボン。追いついた？みんな追いついたかな？もうダメだ、ちょっと、まあ、みんなみんな追いつけないから今日は終わります。疲れちゃったかな。7位がアルビさん、6位がチッチさん、5位がリョガさん、4位が4位が堀脇さん、3位がたけたけさん、2位がホッカーさん、1位がビスコさんでした。ありがとう、ビスコさん久しぶりだね、元気だったかな、ありがとうね。ちょっとみんなが追いついて私が壇上呼んでるところまで見てるなって確認したら止めるね。
お、呼ばれた。よかった。ありがとうございました。バイバイ。じゃあねー。